とも。やっぱこの時間になるとさ、やっと涼しくなってくるわ。もう本当は今日くそ暑くて、もうタオル、もうハンカチタオル持ってないとさ、きついよ。もうだからって俺が出すのは違くねえよ。だから女からもらってるやつとね、付き合うのは嫌なんだよ。真剣に分かってるか。今はね、働いてるけど、沖縄でちゃんと働いてるけど、ね、今はちゃんと働いてるからいいけどね、うん、でも俺が言えばすぐ振り込んでくれるんで、本当にさ、振り込んでもらってたじゃない、毎月50万ぐらいね。今はどうか知らないけど、うん、あ、そうなの。あ、お盆休み、お盆休み、うん、それは知らないけどさ、とにかく仕事辞めないことだよ。溶接、せっかく昼間の仕事配信で稼げないんだからさ、ツイキャスでさ、お茶箱投げられないんだから、生活できないんだからね。え、資格いっぱい持ってるんだからってさ、お母さん言ってたじゃん、あんた資格いっぱい持ってるのにもったいないなって、さ、寂しいなって。あ、特定された仕事辞めた。あ、やっぱりね、お前バカなんだから。やっぱりね。あ、そうかと思ったよ。だから長く続かないんだよ、あんたは。すぐバレるんだよ、溶接の仕事だと。ベラ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 さ、話しすぎ。面接の時からバカなんだよ、本当に。そういうところが。で、あなたの お母さん元気すぎるし、愛子が愛子がとか、あんなにね、あのお付き合いもねしてないのにね、あんなバカにされたのし初めてよ。60代70代の人に、あんたのそうさ、あんたのお母さん最低だよ、はっきり言って。あんたのお母さん最低だよ。私本当にぶん殴りたかったよ。お前の母ちゃん口悪いしな、柄悪いじゃんと思って。柄悪いのになんだよ、あんた可愛い顔してるんだよと思うよ。普通母親は息子とさ似てるって言うけどさ、あんたのさ おかん全然全然ブサイクじゃんかよ。言っちゃ悪いけど、もうボロクソさ言わしてもらうよ。私のこと散々バカにしやがって、あいこどでこだろ、バベがどでこだろ。あんな人いるか。付き合ってもいないのにセックスさしただけなのにさ、私あの時びっくりした。お前が最低なんだよ。お前の意見しか聞いたことないのにさ、画面に向かって、おい愛子とか言って、お前の母ちゃんがよ、なんでお前の母ちゃんに言われなきゃいけないのよ、説教食らわなきゃいけないんだよと思ったよ、私よ。ふざけんなよだよ。たった30人ぐらいの閲覧だったからよかったけど、バカにしすぎだよ。あんたのおかん最低だよ、はっきり言って。人として最低ね。もう70代として、70代ぐらいでしょ。あんた36なんだから60代後半か70代でしょ。最低だよ、そういう人間を。あいこババアどの子なの、うちの息子のことはどの子なのかってさ、関係あるよ。だから閲覧少なくてよかったな。あー兄さんいらっしゃい。そんなことです、怒るか。いや、馬鹿じゃん。いや、ずっと。だから、あんたとは付き合いたくないの。あんたのお母さんと住みたくないし、まずね。うん。あんたのお母さんがボロボロになったらいいよ、付き合っても。元気なうちは嫌だわ。まあ、でもだいぶ良くなったよ、兄さん。うん。二人でやって、まあ確かにそうだね。まあ、うん、だからあんたとは付き合いません、以上、そういうこと。
あんたのお母さんがついてくる。あんたのお母さんの介護の面倒も見たくありません。俺もやだ。じゃあ言うんじゃねえよ。さっき付き合いたいって言ったじゃんかよ。お前ふざけんなよ。お前の母ちゃんの面倒なんか見たくねえんだよ。そんな悪口言ってさ、なあ、もうろくして、もうろくさしてからだったらいいよ。もうろく してきたら付き合ってもいいよ。本当ふざけんなお前。いい加減しろよ。スーパーナイスよ。